ばんは。やってきました。昔のと比べるとだいぶ小さくなってますね。車の中でいけんじゃないですかね。 HDMI の入力ついた中国製のモニターがあれば多分給電はね USB できるので、車の中でファミコンできちゃうんじゃないかなっていうちょっと思っちゃいました。